2016年3月11日、東日本大震災が発生した日から丸5年が経ちました。3月11日、今年も福島復興の誓い2016 in 南会津が開催されました。催しでは福島の復興へ向かう姿が感じられる力強い踊りや心を癒してくれる歌などの演奏が行われました。お蔵入り交流館エントランスホールには記帳所やキャンドルホルダーにメッセージを書くコーナーが設けられました。ただいまより3.11福島ステージでは南会津特設合唱団による311人のハーモニーで幕を開けました。本日司会進行を担当させていただきます、キャンドルナイトを行っている福島市、郡山市、白河市との4会場を結んで県民の思いを一つにする合唱花は咲くの歌声のラジオリレーで幕が開けました。それでは南会津特設合唱団の皆さんで曲は Believe です。そして最後はよさこいの団体ゴー人の皆さんにも参加していただきます。大きな毎年県内7つの地域では亡くなった方への追悼の思いと復興へ向けた新たな思い、これを記念するイベントといたしましてキャンドルナイトを行っています。ここお蔵入り交流館でも入り口にたくさんのキャンドルを設置して会場への通路を照らし出していたのを皆さんご存知だったかと思います。また展示されてありましたキャンドルホルダーにメッセージや絵が描かれたものがありましたけれども、皆さんご覧にはなったでしょうか。県内7カ所でオリジナルキャンドルホルダー作りのワークショップを行いまして、ここ南会津では田島カトリック明けの里幼稚園の園児の皆さんが描いてくれました。ここお蔵入り交流館のエントランスホールにあるキャンドルツリーとともに展示してありますので、ここまで来られる時に見ることができなかったという皆さんもどうぞお帰りの際にご覧になっていただければと思います。県内7ホールでオリジナルキャンドルホルダー作りのワークショップが行われまして、ここ南会津では幼稚園の園児の皆さんが一生懸命描いてくださいました。なおこのキャンドルツリーおよび今回使用しておりますキャンドル、もうお気づきの方もいらっしゃると思いますけれども、省エネルギー社会の推進を願いまして LED キャンドルを使用しております。どうぞお帰りの際ぜひご覧になってみてください。 3.11 福島復興の誓い2016 in 南会津。キャンドルナイト311人のハーモニー。この時間は県内4つのキャンドルナイトの会場を歌声でつないでいきます。
早々岩木会津の会場は5日6日に行われた録音での参加です。まずは福島会場、山地さん。はい、福島市の町中広場です。福島会場では県立福島高校合唱部の皆さんが歌います。16人です。震災当時は小学校の5年生や6年生でした。それでは南会津会場、手塚アナウンサーお願いします。はい、わかりました。こちらは南会津会場となっております奥入り交流館になります。今日の南会津は空気こそ冷たいものの、眩しい日差しが降り注ぐ、そんな一日になっています。穏やかな一日です。311人のハーモニー、曲は花は咲くです。県内7ホーム、7地域を結んでの311人のハーモニーが滞りなく行われたところです。式典では震災で亡くなられた方への哀悼の意を込めて黙祷が行われました。黙祷。お乗りくださいませ。皆様ありがとうございました。どうぞお座りください。福島県南会津地方振興局、久保木局長が挨拶しました。徐々に皆様一人一人が福島の誇りと自信を取り戻すだけでなく、新しい誇りを生み出し積み上げていくことが真の復興を成し遂げるための原動力となります。祝辞の後は復興を記念するステージです。